ヤッホー、キセキです。今ね、マネージャーさんと収録をひとまず終えてご飯に行きました。ちょこっとだけかわいいでしょ。私のマネージャーかわいいのよ。キセキちゃんよりかわいいって。そんなこと言った人、チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いしますね。グッド評価って何？そんな今度ね、今からサーモンマリネ食べながら反省会みたいなことします。ハンバーグとか野菜とか米とかいっぱい来ると思う。食べていく。イエーイ。お料理が来たよ。サーモンのなんとか丼とチーズなんとか丼とサーモンハンバーグイエーイ丼みたいなかわいいマネージャーがね、サーモンのデカさにね驚愕してるんだけど、見て、サーモンじゃないんだって、アボカドなんだってば。でもマジでわざとじゃない。見てこれ、サーモンじゃないアボカドじゃん。アボカドってさ、中に種があるからくり抜かれてるって思うじゃん。このサーモンじゃない死んでる脳みそ多分。これさ、断面めっちゃ果肉なの。すごくない？これ種ないやつなのかな。めっちゃえぐくないっていうだけ。あと髪の毛くくりました。初めてくくったので見てほしくて。え、かわいい。ありがとう。結婚しようご飯食べ終わった。めちゃめちゃ綺麗に食べましたとさ。デメたしご飯が食べ終わりました。食べとるところやせんかったんだけど、今からマネージャーのエリさんにな、ちょっといろいろ質問していこうと思います。エリさん、初めて一緒にご飯来たじゃないですか。そうだね。どうでした？実際に普通になんか割と、まあ電話したことあるけど、大体なんとなく分かると思うけど、プライベートな私ってどうですか？どうですかっていうのもあれやけどめっちゃ面白いえ、面白い要素あった何も面白くて、何も面白かったえ、でも電話してた時と同じ感じだったよ。あ、そうなんや。まあでもやっぱり YouTube の時とか TikTok の時とは違いますよ。よかったね。クラウドファンディングさ、あれしたらご飯食べれるから、みんなその時に私の素を知ることになるかもしれないね。ありがとうございます。こういうの気まずいよね。めちゃめちゃ撮ってるのにさ、店員さん来ちゃって。カラオケでさ、店員さん来た時歌う？歌わんよね。私も歌わん。絶対一回マイクスッて置いてする今何もしてなかった時間ですって確かに。え、エリさんカラオケ行くんだ？行かないめちゃめちゃ乗ってきたからさ、行くと思ったよ行かない、行ってた時もあったよ。行ってた時の話をした。あー、なるほどね。まあ今自粛だからね、そもそもあれだけど。そうハンバーグを食べてお腹がいっぱいです。そうね、顔面の調子が悪いんだわ。あ、テレビ収録どうでしたか？キセキちゃん、うまくできてた？いや、本当ですか？絶対嘘だよこれ、みんな全然バッチリじゃないからね。いや、めっちゃ頑張ってたよ。頑張った。緊張してた。手震えてた。あ、めっちゃ緊張してたはい、そうですね、所存でございます。そう面接だったそう、思ったとある番組のインタビューを受けたんですけど、インタビューがもう面接だった最初もなんか座ってくださいって言われるまで座れなくてディレクターさん的にはチャタッと座って欲しかったらしいけど、私なんか許可もらえないと座れない人間だから、会社人間だからさ、その場が笑ってたよ。面接官と就活生だった。ディレクターさんはとってもいい人でした。あと、今まで紅白の時に関わらせていただいていたディレクターさんとかもおって、すごい縁を感じたなって思いました。そうです。イエーイ。水に入りそう。水じゃないわ、髪が今日、なんだっけ、さっきも多分言ってて、ずっとアボカドをサーモンって言ってて、あの後もエリさんとご飯食べてる最中アボカドを一生サーモンって言ってたよね言ってた多分その料理を指さして言うときに、アボカドをちゃんと、え、サーモンを、ん、違う、アボカドをアボカドってちゃんと言ってなかったと思う。一回も、え、マジで言ってなかったよ。ずっとサーモンって言ってた。そう、ずっとアボカド刺してサーモン言ってたそんな感じの人です。乾杯。まあ、いろんな人生あると思うけど、何が正しいか何が間違いかっていうのは自分が決めることだって思うの。え、違うよね、正しいことは正しいことだよねって思った、そこの君。生理中なのよ今。めちゃめちゃお腹痛くてさ、エリさんにも存分に生理痛モードの愚痴をたくさん言わせていただきました。うざくなかった？大丈夫。
こんなにいいマネージャーがいる RPG エンターテインメント、チョキ。そんなこんなでこれからもよろしくお願いします。軽いトークでしたけれども、うちの可愛いマネージャーのエリさんを紹介させていただきました。最後にまた下腹部だけ写しておく。やめて。じゃあまた次の動画で会おうね。概要欄のインスタとツイッターもフォローしてよね。テレビの出演情報ぶち込むから。じゃねー。ちょっと待ってね、すごい緩い動画になってほのぼの終わってバイチャロリーみたいな感じになってたと思うんだけど、忘れてたことがあった。エリさんに特別にね、大阪からお土産を買ってきたから、これをエリさんにあげようと思う。そのシーンを撮ろうって思ってたんだ。え、でもね、動画のために買ったんじゃないよ。電車の中で、じゃあ上げるところを YouTube にしようかなって思っただけだから、これほんまに何も考えてなかった。やった、あげる。え、ちょっと待って、向き合ってるかな。あげる。なんかこんなゴミ袋みたいな。違うからね、これで渡されたのよ、私の店員さんに。え、そういそう、なんかね、終わった後使えるものがいいなと思って。めっちゃ可愛い。実は今日初めて知ったんだけど、エリさん絵描くらしくって、まさかのたまたまなんか懐かしいよ。レパス、そう、可愛い。可愛い。やめてじゃん。私の方が可愛いよね。ね、そうだよね。喜んでくれましたか？顔入ってない。大丈夫。あ、手だけ。手だけ。かわいい。見た、この控えめなピース。こういう女が好きです。こういう時にめっちゃ嬉しいですって言ってくる女嫌い。え、私じゃないって。そうだよね、エンディング撮ったよね。もう終わっていいよって思った。まだ終わんないよ。